聞いて驚け。ああ、いいスチル。我が名は地獄講師。地獄講師？何？ショッカーに降りそうな国の名前。いや、ちょっとエッチだなー。ゴーヘルゴー、突き落としていこう。第2章、我が名は地獄講師。うなされてますね。濡れてるから走りにくい。地獄、地獄、地獄。私は飛び起きた後、飛び起きた後、周りを見え、眺める。あれ、事務所来たね。地獄じゃない、もしかして夢。あー、よかった。いや、確か死んでるんだよね。よくないじゃん。それより時間は。そうやな、死んどるんか。そうなると、めっちゃ寝たな。死んでも眠くなるんだ。こんな子がどうして死んだのかってをちょっと後々語られるんかな。寝込んでいった、寝転んでいたソファーの上で大きく伸びをしてからもう一度息を吐く。昨日はあの後、八代さんの事務所に連れてこられて、で、八代さんは疲れたから寝るって言って引っ込んじゃったから、私もここで寝たんだっけ。うん。あ、そういえばチームの男の人の部屋にお泊まり体験。事務所ですけどね。もう人生終わってるけどな。いつからいたんですか。聞いてたんですか。そりゃあれだけ騒いでたら部屋にいても聞こえる。この元気っ子ちゃんめ。昨日一緒にいた女の人、なんて名前だっけ。あの人が送り狼に気をつけてって言ってたね。送り狼ってなんだ。ともりは途端に少し真面目な顔つきになると、自分の体をゴソゴソと触って確認する。何してんだ。いや、襲われてないかな。ゾンビに構えたらゾンビになっちゃうぞみたいな感覚やな。襲うかよ。襲うつもりなら寝る前にやってるっての。それ言ったらさ、襲う気あるんじゃないですかって思われるやつやん。それはともりに興味がないってことですか。そっちはそっちで嫌なタイプかい。どう答えてもこっちの部が悪くなる返しやめろ。何もしないし、しないから安心しろって。よかった、やつしろはそういうの気がないタイプですね。俺だったらやってる。まあ、この後地獄に送られるらしいですし、全く安心ではないんですけども。てか、この部屋もごちゃごちゃしすぎで、ある意味では地獄っちゃ地獄です。確かに。まあ確かに、生き地獄なところありますよね。もう、労働ってある意味生き地獄なところありますよね。何？どこにでもある普通の事務所だろうが、ちょっと捨て忘れたゴミもあったりするだけだ。ちょっと、ちょっとの量じゃないですよね、これ。それはその、忙しいから後回しになっててな。まあこれも今日で解決する。お掃除するんですか。ああ、お前がな。まあそれも含めて説明するから、まず仕事行くぞ。仕事、仕事。とりあえずコンビニで飯買ってきてから食っとけ。どっちか片方は俺のな。片方ってパンとおにぎりしかないですけど、少なくないですか。うるせえ、金がねえんだよ。食べてる間、俺はちょっと倉庫で準備しとくから。お腹がペコちゃんだし、せっかくだから食べようっと。お腹ペコちゃん、ペコちゃんって言い方だ。お茶が2つに、ソーセージパンとツナおにぎり。だったら俺だったらツナおにぎりかな。困ったな、どっちも好物。はあ、死んでてもお腹は減るし、洗濯する悩みは続くのか。ほうやな、なんか生きとる時と何ら変わらんような道ある人だもんな。こんな感じで地獄での仕事のチュートリアルですけど、今回は日常のチュートリアルかな。会社とか売店とか事業員との交流とかで、これ結構見てみたいね。こういう交流がさ、人との人とのイベントがちょっと気になってこのゲーム手出しとるけんね。これ重要。そして地獄
ックの入り口、あ、さっきのみたいなマップのとこに入れるところだね。清掃場所を亡者を確保するなど清掃業務をする。あー、ここも重要しよう、重要そう。ちょっと噛んだけど、亡者を確保してそれを送り込むことでお金が手に入るんだったら、ここが損を稼ぐ場所って考えればいいんだろうな。はいはい、こんな感じ、こんな感じのマップがあるんで、このマップの見方とかもちょっとね、おいおい慣れていければなというところか。でも商店街をクリアするっていう会社目標がここにあるんですよ。だからちょっと商店街行ってみようかな。どこでしたっけ。じゃあ、どうだったっけ、どうだったっけ。商店街来た、これ出んかな。1日1回の夜食支給がありみたいな感じか。それなりにシャッターストリート、ここって八代さんの会社へ行くときに通った。あ、特に何の変哲もない商店街だ。まあシャッターだらけだが、ちょっと今時だったらよく見る感じかな。ここに何があるんですか。亡者がたまに出るんだ。亡者は大抵地獄の外れに落ちてくることが多いが、うろうろとここら辺まで来ることもある。この辺の安全を守るっていうのも一つの仕事なのかもしれんな。まあ一緒にゴミもついてきたりするんだが、ああ、ゴミってのはお前が言うモンスターのことだ。おったもんね、さっきも。事務所に散乱してたゴミとは意味合いが違う。どうしてゴミって言うんです。俺の仕事は亡者を捕まえたりモンスターを処理して地域をきれいに保つ、いわゆる清掃業者だ。はは、だから亡者以外はゴミってわけですか。そういうこと。なかなか飲み込みが早いじゃねえか。あはは、褒められても嬉しくない。それよりさっき言った地獄の外れっていうのは、河原やお前があったあの切削所かな、切削所かな。へえ、そうなんですね。そういえば私も気がついたのは河原だったな。なんか意味があるんですかね、その目覚める場所って。お、定番スポットだな。てかお前さん、あそこから切削所まで走ってきたのか。結構距離あるぞ。あの時は追いかけられてて必死で。ふむふむ、なかなかポテンシャルはありそうだ。何の話です。それに地獄送りの話もまだ聞いてないです。うん、それは話だけどな。お前は俺の会社で働かせることにした。よかったな、就職おめでとう。イエーイ、パフパフ。うーん、なるほど、就職。うん、いやー、やっぱ一人で会社なんて回るわけねえんだわ。外回りもせなきゃならんし、面倒な事務仕事もあるし、そりゃ事務所もゴミ屋敷になる。地域のゴミを処理してるなら社内のゴミもまめに対処しましょうよ。そんなところにお前が来た。お構いなしに話を進める、まあ、全然話聞いてくれへんやん。しかも亡者だから人件費も給料もゼロだなんて経営者に優しい人的資源資源言うな。ブラックどころかダークネス企業じゃないですか。暗黒なる漆黒ですよ。お給料ゼロって何ですか。地獄やな、これは。これでほんまに地獄やな。そりゃ死んでるんだから当たり前だろ、人じゃなくて亡者だし。基本的亡者権はないんですか。まあ食費と寝るところぐらいは用意してやる。それはありがたいですけど。いやいや、よくないですよ。これなんて提案。いやー、さすが俺、やるな俺。目先の金に飛びつかずさらなる儲けを目指すという画期的なアイデアを思いつくなって。というわけで早速仕事に取り掛かる。こいつがお前の武器。あ、獲物だ。何ですかこれ。何？こんなの使い方もわかりませんよ。どんなタイプの武器もらったこれ。大丈夫だ、シュッてやって振り回してで当たる。じゃあ行くぞ。なんだかやばい雲行きになってきた。とはいえやらなきゃ地獄送りなんだろうし、やるしかないのかな。どんな地獄なんだろうな。全身くすぐり地獄とかだったら見てみたいな。おい、早く来い新入社員。さあ、ともりが仲間になりました。
可愛い女の子がいるだけですごい俺はハッピーです。周りキョロキョロしてますね。待機モーションがあるらしい。さて行くか。まずこっち、ここは何もなしんで、ここが先頭。さあ行くぞトモリ。なんだ手に持ってるのそれ。次から次へと。まあ抱きで吐くタイプを攻撃。いきなりすごい火これ肺攻撃か。あ、全体攻撃だ。これは優秀そう。うわー、おいおい、俺もかかっとる、俺でもかかっとるそれ扱い方間違えたら大惨事ですけど。それすごい武器持ってんな。そんなもん持っとんじゃってぐらい。ファイヤー強武器すぎだろお前それ。おむつは消毒なパターンでないかお前それ。ゴミを燃やして捨てるタイプやなお前。さあこの調子でもう一個戦闘いきましょう。よいしょ、燃えろ燃えろ燃えろ。あ、いや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 、よし、さあ燃えろ燃えろこのほんま出すぎよこれ。大丈夫なんかなこの武器使うだけ。ちょっと燃料とかのさ出費がひどくなりそうな気がするんやけど。あんまりやつしろの金銭事情だったら使ってあかん武器な気がするんやけどな。さあ行くぞ。下のこれ何、瓦礫ってすごい綺麗なもんがあるんですけど。あ、いけんのか。あ、行き止まりか。何かがあればここも通れるようにできるんだろうな。そんな感じがするね。マップ見てみよう。下ルートに行くためのこの瓦礫を通らなあかんのやけど、今は行けん感じ。ほんまに何か条件さえあればこっちに行けるんだろうなっていう感じのルートがありますが、こっち。ビンコーラー。そしてこれは、あ、なんか初めてのタイプの猛者。猛者じゃないな、ゴミか。当たり目。ああ、セクシーなお姉さん、セクシーすぎる。こんなもん道また歩きよったら俺ホイホイついていっちゃいそう。しかし俺は殴るぞ。そして燃やすぞ。さあまずはワンワン王の先制攻撃。さあ燃やしつつ殴りつつで、さあセクシーなお姉さんが宙を飛ぶセクシーなお姉さんが宙を飛ぶってすごいワードやなおい。燃えろよ燃えろよ。さあレベルアップだ。テンポはいいね戦闘が。上も下もあんま関係ないんで、とりあえずまあ上でいいでしょう。さあイベントが来たぞ。ふむふむ、この地域はゴミも少ないとはいえなかなか頑張ってるじゃないか。うちの新入社員はこれ物騒すぎやしませんか。そりゃそうだな、下手すりゃどっかの家に引火するでこれ。ちょっと危険、なんかさ取り扱いの免許がなかったら使っちゃあかんタイプの武器な気がするんやけど。ゴミ掃除といえば当然バーナーだからな。バーナーっていうレベルのもんじゃないですけど、火炎放射器ですけど。俺は暑いのが苦手なんて倉庫に放り込んでたんだが、いい使い手が見つかってよかった。暑いところでは済まない火力なんですけど。手袋くらいさせてくれって思うんやけど。お、だから気をつけろ、あと俺の方には向けるなよ。そんな余裕ないんですけど。あー、もう髪とか服焦げてないかな。適度に焦げとったら嬉しいな。まあさっきの調子なら大丈夫だ。そのうちもっと慣れてくるさ。いざという時の消火器ならともかく火炎放射器を使い慣れたくはないんですが。もう完全に社員なんですね。すごいな、こんな可愛い女の子の武器火炎放射器ってさ、そんなことあるって思うんですけど。あそこでたむろをしているゴミどもの中に待ちに待った猛者がいる。うまく確保するぞ。おるんじゃ、はい、なんとかなーれ。どんな感じの猛者だろうな。可愛い子かな。次から次へと。まあ、あ、これ猛者か。猛者がいる場合があります、ゴミの中に。その清掃業務リザルトで星が3つの時猛者が確保できることがある。あ、スコアが高くないとあかんのやな。山台花子、なんか聞いたことあるね。一文字ちょっと多いけど聞いたことあるねみたいな感じ。片付けようぜ。
あ、これ亡者か。じゃあ亡者優先攻撃でいこうか。もうエロや、もうエロー。あーっと、亡者そんなに強ないんじゃ。ラスト8ターンってことはさ、残り8ターンで倒せばこの星3つが手に入るってことは楽勝でしょ。もうエロよ、もうエロー。ナイスともり。あ、さっき出と、なんか表示に出とやつとは違うもんじゃ出てきたな、これ。わー、これもかわいい。JK っぽい。あー、いいねー。あ、これすっごい好み。このもんじゃ俺すっごい好み。ショートヘアで、こんなメガネつけとって、制服が、この、いわゆる、チチネクタイってやつ。うわ、すっごい好みの見た目出てきた。地獄に送らずにちょっと、俺の、なんだろう。執事じゃなくて、なんて言うんだったら、こういうのを。まあなんか、マネージャー的な感じにしたいな。うちの事務所のマネージャーにスカウトしたいな、みたいな。よし、確保成功だ。よくやったな。それで、どうするんですか、この人。手下にする。お、技術してるから、これに入れて運ぶぞ。ほら、そっち持って広げて。大きなボストンバッグ。ボストンバッグ。いるんですか。なんだか絵面が嫌だな。そうだね、絵面が誘拐なんやけど。死体入れてるみたいじゃないですか。やばい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 。やばい、俺らヤクザか。うん、死体だから安心しよう。死体だから安心できねえんだよ。モンスターを消し済みにしたり、死体をボストンバッグに詰めたり。このまま流されちゃっていいのかな。警察何やってんだろうなって感じ。まあ仕事って言うからには、お金出とるからには、そういうんもさ、もう公認になっとるんだろうか。そういうな、亡者なのに地獄に送りにならないだけマシだろ。それはそうですけど。まあさっきのメガネの女の子は地獄送りになるんだろうか。それへんは俺のさじ加減なんだろうか。命乞いするんだったら俺の手下としてコキ使ってやろうかな。よし、確保完了だ。先に進むぞ。こんな感じなんですね。だからこの RPG の戦闘もスピクリが大事ってところがあるんでしょうね。アイテムが2つ。今回下行ってみよう。さあ何が手に入る。なんじゃこりゃ、剣もぞい。対象の勢いはこれで刺すって即パウダータイプ。デバフ系のアイテムなんじゃ。相手に使って能力を下げる系のアイテムもあるってことかな。さあちょっと大きめの戦闘。なんかすごい気持ち悪いやつおる。エイリアみたいなやつおるんですけど、これもうエロ。なんだ、耐性あるやつおるで。そっか、水属性っぽいなこいつ。確かに見た目だから炎があんま効かんのか。あんまどこじゃないぐらい効いてない気がするんですけど。やつしろもこいつ攻撃させとかなあかんな。すごい火。もうエロよ、もうエロよ。よし、やばい、ともりが HP がやばい。でもとりあえず燃やすしかねえ。でも倒した。 OKOK。 ちなみにこれ HP やばい時は回復とか、あ、いけるか、大丈夫そうですね。あれ、これは戦闘が起こるに HP 満タンまで回復してる系のやつなんでしょうか。従業員の管理とかもあるんで、この辺も見ていきたいですけど、大丈夫そうですね。あ、戦闘ごとに HP 回復するタイプのやつかな。位置変更とかあるんじゃ。前衛後衛みたいなのがあるんじゃ。フォーメーションがあるんかな。結構配置できるんじゃ、この辺。へぇ、そう。従業員どんどん増やせる感じね。亡者が上におる。あ、いるいる、亡者。こんばんは。亡者は早く倒すぞ。はいしょい、亡者撃破。あと2ターン、まあ余裕でしょ。もうエロよ、もうエロよ。っしゃー、これで亡者、おわーおおフェチ
結構フェチな感じの見た目、スポーツ系少女出てきた。結構ボキャブラリー多いな。もうじゃ結構ビジュアルいいな。絶対自分に刺さる、どんな人にでも絶対刺さるやつおるタイプのゲームじゃこれ。いいじゃないっすかこれ。自分の好みの亡者に出会える時をさ、楽しみに待っておれるタイプのやつやな。俺は結構ボインな人が好きなんだよね。ボインなお姉さんタイプが好きなんだよね。有名なホロライブで言えば、ゆずきチョコ先生的な感じの人が好きなんでね。そういう人とちょっと求めます。来てほしいね。さあ、イベントだ。そうそう、商店街の端に到着だ。ま、今日はこんなもんでいいだろう。亡者も確保できたしな。疲れました。二人はおるからな、亡者は。この亡者を地獄の堀にすれば多少の金になる。ちゃんと飯くらい食わせてやるから。約束ですよ。よし、それじゃあ戻ろう。ん、おい、ともり、あそこにいるのは、あー出たな、さっきのコスプレ女。ああいう化け物はどこにでもいるんだな。お、そこにいる貴様ら、どこかで見た顔だな。おー、確かおでん屋さん探してた。ちんどん屋さんでしたっけ。そんな言葉出ていたっけ。ちんどん屋、アイアムノットちんどん。アイアムノットちんどん。I don't speak English。 何やってんだお前、日本語喋ってただろ。おい、そこのガキ、子供がうるつく場所じゃねえぞ。なんだとは、我はガキでもないし子供でもない。いやー、子供、メスガキ感すごいですけどね。目の前の子はそう言った後、近くにあった店の看板によじ登る。おー、いいスチル。我が名は地獄講師。地獄講師？何？ショッカーに降りそうな国の名前。いや、ちょっとエッチだなー。誰この服着せたのー。教育に良くない良くない。親の顔が見てみてーわー。地獄講師？やべ。絶対スタッフにこういう、ロリにこういう服着させたい見えんだ、正規の人おる。地獄講師とは、地獄の講師である。そのままなんじゃねえか、お前。そのままだなぁ。うるさい、無礼であるぞ。あの、八代さん、講師ってどういう意味ですか。俺もそれ思った。俺に聞くなよ。てか、こいつが何言ってるかさっぱりだ。チンドヤでいいだろ。ことを知らぬとは愚かな。我は地獄の全権を担った特別偉大な存在であり。どうしましょう、八代さん。あの子、話聞いてないですよ。それに地獄の全権を担ってるって。なわけないだろ。たく、大使か公使か知らんが、あんなのが全権握ったら地獄は崩壊してるわ。それもそうかも。あ、ともり、今の聞こえたか。はい、私がモンスターをトレインしてた時に聞いた音ですね。同じようなんか来るんじゃ。瓦なんかでなくともかく、こんなところにゴミの集団が。このところの地獄の惨状を憂い、我自らがこうして現地に赴き調査を。え、貴様ら聞いておらんな。あ、ごめん、なんだったっけ。よかろう、無礼な奴らよ、思い知れ。え、今日は特別に我の力を解くと見せてやる。何何？もしかして、ちんどん屋さんがモンスターを呼んでる？よくわからんが来るぞ。構えろ、ちんどんトレインが来る。ちんどんトレインが来る。ちんどんトレインが来るぞ。燃料は十分ありますよ。でもトモリがね、全体攻撃持っとんで視覚的楽かな。弱点をついて、こう、もうエロよ、もうエロよ、一撃で燃やした。いいテンポ。あ、当たり前出てきた。後から倒しても倒しても後からちょいちょい出てくる感じのやつか。そういうタイプね。これ数多いぞ、おそらく。 HP 持つかな。そして当たり目はもうすぐ死にました。あ、終わったかな。あ、まだ来る。あと1体で。でも
最後尾ってある。じゃあこれで終わりか。よっしゃー、大したことねえじゃん。いや意外と余裕っぽかったですけど見た目。ふう、就業間際にクソ重い仕事させやがって。あるあるやな、もうすぐ仕事終わるって時にさ、辛い仕事があるんですよね俺。なかなかやるな貴様ら。だが我の力はこんなものでは。お、全部倒してやるからもう一回呼んでみろ。今はそのエネルギー切れだ。なんだ、お菓子食べないと力が出ない的なやつかお前。はあ、自分が消しかけたみたいに言ってるけど、単にお前で引き連れてきただけじゃねえのか。そこにいる誰かさんみたいに。その説はどうも。たく、オーバーすぎる、オーバーワークすぎるぞこれ。しかしなかなかの手際。貴様らは一体何者。何者って見ての通り、書の委託業者だよ。亡者の確保と地獄送りが業務だ。清掃の方も業務なんだけど、こんなもん完全にキャパオーバーだっての。超業者、超って読みよったけど超か。なるほど。なんだよマジマジ見やがって。なんか珍しいことでもあんのか。私からすると珍しい方だとは思うんですが。そりゃお前はそうだろう。てかもう見るのはいいだろうか緊張。どうしてそんな名前になったかなっていう見た目やな。何？何何？お母さんから教わったの？地獄講師と名乗りなさいみたいな教わったの？ん？ジョーちゃん。ああはいはい。とにかく俺たちはこれで就業だし帰るからな。あ、ちょっと待て。我の貴様らについていいか。あれ？仲間になる感じなんこれ。は？いいわけあるか。お前はとっとと自分家に帰れ。いいな、そうだそうだ。こんな時間に子供一人で出歩いてる方がおかしいんだ。親どうした？よし、ともり、さっきさと帰ると。この重いバッグも届けねえかならんしな。あの、いいんですか？放っておいて。いや、普通に考えればさ、その、警察署に送って保護してもらった方がええとこではあるんですけどね。俺にどうしようって言うんだよ、あんなチンドンや。変なのはお前だけで十分だっての。すまんすまん、聞き取りづらかったか。変なやつだって言ったんだ。ふむ、なるほど、委託業者か。面白そうなやつらだ。はい、そこ子供がそんな大人の仕事に顔を突っ込んではいけません。そしてアイテムが上にあるので、それアイテム回収。チョッコー夜食よー。そして進んでクリア。あ、下のガレッキを進んでいったらこういう回り方したんかな。そんな感じのルートあるね。グレープのジュースが手に入ったぞ、ファンタ。よし、今日も一日お疲れ様でした。あ、公園来たな。あ、何かありそうなイベント、まだ誰か出てきそうな感じがするな、これ、雰囲気。はぁ、あ、やっと引き渡しも済んだし、就業だ。お疲れさん。ハードすぎやしませんかね、この職場。まあ、そういうな。初めてにしちゃ上出来だったぞ。火炎放射ガール。そんな二つのやだな。もうちょっと可愛いのないんですか？可愛いの。ウィンディとかかな。なんか、炎の、炎の使い魔的な感じがいいね。バーナーでゴミを焼くのをどう可愛く表現しろと。やってることお前。マジカルファイヤートモリンとか。魔法少女かお前は。だっそ。ちょっと私もそう思っちゃったし。自分で思っちゃったのかい。ちょっと自分のセンスダサいって思っちゃったのかい。なんだ、前世は結構プリキュアとか見てたのかい。まあそれはいいとして、結構真面目に褒めてるぞ。こういうの向いてるんじゃないか。確かに活躍しとったね。向いてますか。
なんだよ、人がちゃんと褒めてるのに難しい顔して。いいえ、それはとてもありがたいんですが、結局は無給のままだし、喜んでいいのかどうか。そのうち昇給あるかもよ。それにモンスターを焼いたり死体を詰めたり、そういう生々しいのに向いてるかそりゃそうか、そりゃそうだわすごいアウトローのことをやってるからな。はは、そういうのは場数を踏んでいけばそのうち慣れて気にならなくなるさ。それはそれで嫌なんですけど。素直になれたくない気持ち、わかります？わからないですよね。はぁ、このまま流されてていいのか。でも地獄送りは嫌だしなもう消去法なんよな、考え方がこれ。そう、お前は俺に従う以外に選択肢はないのだ。そんな。ということで、これからは俺の仕事、他の仕事もいろいろと覚えていってもらうからな。まあまず事務所の掃除だな。というわけで1日目が終わり。チャプター3、ボスステージ。ボスステージ？おーい、やつしろいる？この前の分おごられに来てやったぞ。出たな、幼馴染一ノ瀬。あ、説明なかったと思う、してなかったと思うんですけどね、一ノ瀬さんはね、やつしろの幼馴染らしいですね。公式サイトに載っとった。何、事務所に女だと。おーっと、幼馴染の立場危うくなっていた。幼馴染って大体後から出会った女の子に負ける、負けヒロインってやつですからね。で、こないだのともりちゃんだっけ。そうです、そうです。先日はお世話になりました。ああ、いいのいいの。それよりあなた、まだ地獄送りされてないのね。それは、なんだかよくわかんないんですけど、ここで働かされることになったようで。ああ、そういや人手不足で悩んでたしな、あいつ。幼女を従業員にするとは。こんな可愛い子をね。老気待ったなしなことやってますからね、これ。幼女だから給料もいらないだろって言うんですよ。あいつも考えたな。そんなにお金払いたくないか。この人さ、町の職員なのにさ、仕事でさ、仕事でもこんな、あ、横川アイドル服着とんやなって思えればさ、どういうことって感じやけど。さすがに生活していくのに無給じゃ無理ですよ。まあちゃんと働いてれば、八代といえど給料くらいはくれるんじゃない。給料、押し入れに押し込んであったチョコレートいくらかはわからないけど。うん、ない。王者は稼ぐのも大変だな。普通は稼げないんだけどね、地獄送りにされるから。そこは助かってます。それで、確か一ノ瀬さんでしたっけ。うん、一ノ瀬月。下の名前月っていうのね。いいよ。わかりました、一ノ瀬さん。八代さんにご用ですか。まあ用ってほどじゃないけど、ご飯おごられるついでに。怒られに来たんか、お前は。八代さん、私が起きた時にはもうどっか出かけてたみたいで。出かけた先がパチンコだったらクズだな。なるほど、じゃあ怒ってもらうのはまた今度でいいか。それよりさ、ともちゃん。あ、ともちゃんって。もう八代には手出されてそんなこと聞くなだ、お前。比較的初対面の次ぐらいなんやけど。え、出すってどうや。あいつモテないからさ、猛者とかで済ませちゃってるんじゃないかなって。そんなこと言うなだ、お前。清楚キャラが済ますって何を。ああ、ピュアや結果分かってない。うえー、変えたぞ。お、噂をすればなんとやら。お、事務所が結構片付いてるじゃないか。やっぱ宿ってよかったな。だってやることなかったですし、っていうか起きたらいないんですもん。せめてメモくらい置いといてください。悪い悪い、早朝は猛者がよく取れるって時間帯でな。ちょっと見回りに行ってた。なんだ早朝はって。なんか魚釣りの話でもしとんかなって感じのワード出てきましたけど。魚釣りみたいな。同じこと突っ込んだ。同じ突っ込みした。そうよな、そう思うよな。
で、一ノ瀬はなんでこんなところにいるんだよ。暇人か。違うっての。こないだの分おごってもらいに来たの。え、そっちがおごってくれるって話じゃないっけ。そうだったっけ。あ、なんか受信機が。あ、ごめん、私の受霊機。あ、受霊機ね。八代さん、それで収穫はあったんですか。ええ、ああ、パン屋で昨日の売れ残りが安かったな。そういう収穫な。そういう収穫か。ごめん、二人とも呼び出したから戻らなきゃ。また今度おごってね。おごらねえよ。じゃあ俺ももう一回出かけてくるか。さっき捕まえたやつを地獄送りにして稼げないな。私は何をしてれば。ここの掃除はあらかた終わったか。じゃあ奥に何部屋か倉庫、いや社員寮があるんで、そこの整理と掃除をドロップ。倉庫を社員寮扱いしようとしてんの。また掃除ですか。まあ嫌いってわけじゃないけど。倉庫で住むってドラえもんみたいな感じになったらいいの。押し入れに住まされるドラえもんって。そういうのって一部屋はお前の部屋にしてくれていい。本当ですか。お、好きに使っていいから頑張れ。はは、面白い感じになってきた。じゃあまあ目標がね、亡者を地獄に送るっていうに変わったんですけど、これが地獄らしいですね。ここを選択することで、例えばこれさっき捕まえてきた亡者、今二人おるかと思うんですけど、こちらを送り込むことができると。でもってなんか適合色っていうのがあるらしくて、属性みたいなもんかな。これ適合色、この亡者の適合色と地獄の適合色が当たったらボーナスがつくみたいな感じらしいですね。あ、確かにこっちこれ一緒の属性やけん、これ光っとるけれども、あ、この子はそもそも属性なしってことか。だからここ光ってませんみたいな感じになってますね。というわけで、こっちのメアハちゃんっていうメガネっ子のね、このかわゆで地獄に送り込みたいと思います。メガネ少女のかわゆで地獄じゃ。お、よーし、地獄送り一丁上がりと。これで奴が攻撃を追っている間は多少しのげるな。収入が楽しみだぜ。女の子をかまゆでにして得られる収入しの収入ってなんかえげつないこと言ってますけど、あなた。もう少し報酬がいい地獄に送りたかったんだが、許可証の有効期限が消えていたのが痛かった。許可証とかあるんじゃ、地獄送りの許可証とかあるんじゃ。このゲームの世界観はすごいことになってますけどね。地獄施設は攻め具別で各地に32箇所あり、それぞれに許可証が存在する。許可証がじゃないと、亡者を放り込めないため、俺たちのような回収業者の必須アイテムだ。ちなみに許可証は、町内にある売店で扱っている。売店とかで売ってんのか。なんか発行に結構書類とかかかりそうなもんだけどね、売店で売ってるんだ。だからそれ聞いたらさ、千と千尋のあのお札ういよるところみたいな思い出してませんやけど。本来は町職員のための売店だが、俺たちのような業者にも開放されていて、雑貨や仕事道具を買いに行くことが多い。やっぱ面倒くささらずに許可証の期限をメモしとかんとな。まあ従業員も増えたし、これからのためにも売店によって許可証を買うか。あ、寄れるんじゃ、この流れで。売店って寄ったっけさ。あー、来た。なんかいろいろショップになってんやな、これ。売店やけんな。物も買えるってことか。いらっしゃいませ。あー、また誰か可愛い子出てきたよ、これ。わ、しかも結構フェッチな格好してるな、この子も。スパッツ履いとって、なんか上がちょっと薄そうな服着とって、その上にさらにパーカーではないか。ではないけど、上着を着て、ヘッドホンをつけて、その上、エプロンと。盛りすぎ盛りすぎ。おー、今日もやってるな、荒稼ぎ。八代じゃない。
あんたんとこの会社まだ潰れてなかったんかい。嫌なこと言うな悪いな。これから順風満帆で、左センスの予定だ。予定でマウント取ってくんな。結局社員にも逃げられたんだろうが。あと荒稼ぎって言うな。私は荒稼ぎだっつってんだろ。あ、名前なのか。荒稼ぎってここあだ名であった荒稼ぎなんやで荒稼ぎって名字がけ荒稼ぎってあだ名作られたんじゃね。まあ割と近いな、確かに。ああ、はいはい、そういうことにしといてやる。しといてやるじゃなくて、そうなんだよ。あははは、まあ元気やってるみたいじゃないか。はいはい、おかげさまでね。ああ、なんかいいキャラっぽいな、この子も。最近はなんか特に変わったことない？ここに来る連中の噂話とか、猛者がたくさん落ちてくる穴場の話とかさ。そういうのは、最近はないかな。町の人たちも普段と変わりないし。てか今思ったけどさ、結構駄菓子屋っぽい感じなんじゃ。そうか。てか久しぶりに顔見せて何の用だよ。食べりに来ただけか。用がないなら帰んな。待て待て、許可証の期限が切れちまっててな。そいつを買いに来た。許可証？なんで切れるまで放置してんだよバカが。うるせえな、ちょっと忘れてただけだろ。はいはい、許可証、許可証ね。払える金あんのか。私はてっきりあんたみたいな貧乏人御用達の訳あり割れせんべいでも買いに来たのかって割れてるから普通よりも安い値段のせんべいってことかな。お、あるならそれもくれ。残念、売り切れでした。売れ筋商品がいつも残ってると思うなよ。悲しいな、値段訳ありだから値段下がったやつが売れすぎっていうのはちょっと悲しいな。ほら、許可証ならそこに並んでるからさっさと選べ。そんな売り方してもいいんだろうか。許可証結構重要そうなアイテム書類なのにな。現金な。何が現金って、ごめんごめん、聞いてなかった。何現金かって聞いてなかった。これか、半額ってある。半額シールついてるやん夕方のスーパーとかの弁当ちゃうんやげんな。でもこれやな、おそらく。オッケー、買ったで。おお、宿泊所も買ったし、稼ぎまくるか。サステナブル生活楽しみだな。店先で夢買ったんの邪魔だっつの。買うもん買ったならさっさと買え。めちゃくちゃすっごいビッビッて静止画なのにさ、すっごい動き感じるえこれ好き勝手言いやがって。この店の稼ぎはいわゆる町からの自得権益かな。俺たちは、自分たちで汗水垂らして稼ぐ金だぞ。価値が違う。いやー、どんな稼ぎ方でも100円は100円やし、1000円は1000円だし、1万円は1万円だからな。本気で言ってるなら相当のアホだな。何を？お前の金の価値なんか知らないってんだ。品出しやレジ打ちで忙しいから帰れって言ってんの。く、買い物に来ただけでひどい言わようだ。あ、一ノ瀬さん、何やってんの。今日も脇の部分が輝いて見えますね。お、さっきぶり。ちょうどちょっと許可証切れてな、買いに来た。嘘、許可証切らすとかありえないっしょそうやな、俺もその重要性を考えたらさ、絶対切らしたらあかんやつだろうと思っとった。はいはい、ちょっと金欠だっただけだよ。金欠っていうのは間違いないよ。だってさ、今許可証買ったら思っとるお金の半分以上消えたけんな。一ノ瀬さん、お疲れ様です。態度が違う。態度が明様に違う。蝶の人間とすごい三流企業とは全然違う感じになってる。本当に、ここんとこ飲めなかったから嬉しい。じゃあ一本ありがとうございます絶対ありがとうございます。そのありがとうございますを俺に対して言ってくれんやつや。お前、俺と接客態度が360度違うんだが。あれ、360度違ったら元に戻ってないか、お前。アホか。じゃあ一回りしてお前に戻るだろう。だろ、俺も思った。どれ、正反対って意味だ。じゃあ最初からそう言え。そこらのコッパ清掃業者でギリ客のお前と超のエリートで常連の方とではそら違うわ
なんでこんなのが蝶の売店で働いてんだ。私は結構好きよ、アラちゃん。はい、これジュース代。ありがとうございます。また何かご用があればお声掛けください。品出ししてますので。くそ、こいつを屈服させてやるからな、将来的に。あ、八代様、あ、ありがたいや、ありがたいやって商品を買うたびに言わせたろうか、お前。はあ、ようやく消えやがった。買い物するだけで疲れる。おっと、そうだ、一ノ瀬。何、おごりの話？じゃあ、さっきご飯食べたばっかだわ。そうじゃねえよ。ちげえよ。てか、何回おごりの話するんだよ。こするんだよ。もちろん、おごられるまで。はいはい。それより聞きたいんだけど、どっかおすすめの戦争場所教えてくれないか。そんなもんわざわざ教えてくれると思えんのやけどな、同業者なんやんけん。おすすめの清掃場所、あれ教えてくれるの。亡者が多めのところがいいな。簡単に言うな、もう最近だと三丁目の工事現場かな。工事現場か、確かに作業ミスとかで亡くなる人がおるんかなみたいな感じやけど、おうん、追ってほしくないね、それは。作業ミスで亡くなるってなかなか悲しいな。でもなくはないことやけんな。最近はそこそこ数が出て人気のスポット。どんな工事してんだよ。安全、安全第一、安全第一。人気となると同業者さんも多そうだが、まあ行ってみるか。それなら用事が終わったら私もついていくから。パーティーメンバーでないか。もうまあいいですけど、あなたの脇が何回も見えて俺はハッピーですけど、胸も大きいんだよなこの人。はあ、待てなた。受け負い業者の指導もしなきゃなんないの。あと情報ご飯おごってね。いいよ、そのポーズいいよ。胸の大きさとか脇の感じとか全部チェックできるね、そのポーズ。いいよいいよ、わかったわかった。 A 定食な。安っ。A 定食が、 A 定食がなんか通貨の単位みたいになっとる。A 定食の内容気になってきてたねえか、お前。